We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha. Merry Christmas from FM Naha. はい、どうも皆さん、こんばんは。マッキーのドッカンレディオの時間がやってまいりました。イエーイ。いやー、なんとですね、ちょっと僕今、はい、オープニングの曲をね間違ってかけちゃいましただからね、まあ、皆さん、うん、今日はあれなんかちょっとマッキーのドッカンレディオいつもと違うよって思った方がいるかもしれないですけど、まあ今日は特別版的なものでね。確かにと、うん、まあ、なんか声が聞こえたけど、まあまあまあ、ということで、はい、本日は12月20日水曜日、第12回目を、迎えますね。あ、12回。なんか今日声がするな、どっから聞こえてきてんだろうはい、ということでですね、うん、まああれですね、今週いろいろね、いろいろニュースはあったんですけれども、はい、あの僕個人的には、はい、ドラゴンボールスーパーが、はい、なんと2018年の12月に、はい、なんと映画化が決定されました。イエイ、はい、いやその時だけなんか、まあ、拍手があそうなんです、映画化、そうそう、っていうかまあまあもういきなり入っちゃってるけど、うん、入ってないリサのみんなもあれなんかもう一人いるよ。じゃあもう早速ね、お、本日もなんとゲストさんに来ていただいております。ゲストだ俺は。どうぞ。ジャパナです。わかる人いるかな、いなかったらごめんなさいラッパーのジャパナです。ラッパーのジャパナさんです。今日分かってください。今日あのね、今日分かる方は分かりますでですね、このマッキーのドッカンレディオはなんと、最近今月から、はい、スポンサーさんにね、はい、ついていただいて、おもうロゴも、あ、偉いじゃないですか、スポンサー取るなんて。動画を見ていただいてる方ははっきり、分かると思うんですけれども、ピンナップさんと、うん、ラッパーのジャパナさんがなんとスポンサーになっていただいております。イエーイ。もしかしてですけど、はい、スポンサーのジャパナってあなたですか？お金を渡したじゃないはい、ありがとうございます。裸で渡したじゃない裸の王様関係ないですまあまあ、ということで、はい、そうね、スポンサーになっていただき本当にありがとうございます。あ、いえいえ、もうその分頑張ってくださいよプレッシャーを与えますけど重圧がすごいですねもうね、しかも今生放送なんで、はい、ね、ついさっきまで僕ら2人で、うん、はい、某牛丼屋さんでね、そうですね、お食事、そうそう、ね、どうでした？結構平らげてたんじゃないですかまあそうですね、白米を残しましたねそうねいつもね、自分が小食なのを忘れるんですよね、うんうんうん、写真が美味しそうなものを選んでしまうんですよね。あ、写真に騙されやすい、よくないっす、よくないパターン、自分がまだ分かってないっすまだ30年じゃまだ分からないっす、自分のことが。そうです、まだ人生30年なんで、まだね、うん、5分の1ぐらいなんで、そうそう、まだまだですよ。本当だよ。これから今アクシデントが起きたねアクシデント起きないです。そう、あ、もうね、早速あのツイキャスの方もね、観覧してるくださってる方もいらっしゃいます。本当ありがとうございま す, ありがとうございます。でですね、まあ、本日、はい、ね、ゲストに来ていただいたじゃないですか。いただいてますね、来ましたね。僕この番組はですね、はい、タレントマッキーがさまざまなジャンルについて、はい、テーマを一つ絞り、はい、浅く時に深く掘り下げていくエンタメフリートーク番組となっております。ハンターハンターですか今日は。そうだね、ハンターハンター行っちゃう？俺いいよ。やめましょうやめましょう。ハンターハンター行っちゃう？いやです。ドラゴンボール行っちゃう？いやです。じゃあ自己紹介がてらですね。そうですね。はい。せっかくなんで。はい。ラッパージャパナと言いましたが、うん、ラップでお金は稼げておりません。そうなんですか？何でお金を稼いでいるかというと、サラリーマンをしております。営業マンでございます。なるほど。何の営業かというと本の営業をしております本屋さんでございます、はい、ジャパナです。本業は本屋でいいんですか？そうですね、
まあいつかは逆転させたいですけど。まあそうですよね。趣味で本屋やってますって言いたいですけど。かっこいいこと言いたいですよね。言えないな。そう、ね。そうそうそう。なので、うん、最初にねゲスト来てくれって言われて、じゃあ何の話しようってなった時に、うん、じゃあまあラップの方か本の方かっていう形になったけど、やっぱり本の方喋りたいなっていうことで。そうですね。そう。本のお話とか読書とか本とかですね、図書館とかそういった話を、うん、今日はですね、僕一人でやっていこうかなと。イエーイバカ野郎。なんでやねん。つい大阪弁になっちゃいました。あーかわいそうな人。なんでやねん。もう一回出た。はい、じゃあね今日はテーマは本ということで、ポン、まあ本、まあいっぱい絵本とかもあるじゃないですか、はい、ポンポン、はい。まあ、まあ、本ってね一口に言っても、はい、一口に言えないじゃないですか。一口に言えないので、そう、本ってそもそも形の話じゃないですか。そうですね。こうページになってて、うん、めくるとその順々に続きが出てくるっていう形のことを本っていうわけであって、はい、本が好きっていう人にじゃあこの物理学の本好きでしょって言ってあげたら、うん、多分困るじゃないですか。まあ確かにね。そうだから、まあ物語とか、まあ本っていろんな分野があるから、そう一色単にできない本っていうものを今日は語っていきましょうよ。語っていきましょうか、ね、本買え。あのね、まあリスナーの皆さんもね、はい、よかったらメッセージもお待ちしておりますので。待ってるよ。待ってます。 FM 那覇の方までよろしくお願いいたします。はい、はい、でね、テーマに入る前にちょっとCM を挟みたいと思います。あ、CM、はい、じゃあ待っとこう。はい、それでは聞いてください。はい、聞いた話なんですけど、なんかジャパナっていうラッパーが面白いらしくて、まあ、僕はジャパナっていう人とは全然関係ないんですけれども、なんか聞いた話、ジャパナっていうラッパー、なんかひらがなでジャパナって書くらしいんですけれども、なんかすごい面白いラップをする人で、なんかツイッターとかフェイスブックとかやってるらしいですよ。ビノワン市旧前原社交街新町にできたアートギャラリーピンナップ、貸しスペース1日のレンタル料金がなんと1500円から。写真、絵画、イラスト、雑貨、映像作品など出展者募集中。詳しくはピンアップギノワンウェブサイトまで。はい、 CM を挟んだっていうのかな、なんて言うんだろう、まあジャパナさんの CM とピンアップさんの。1500円は安いですね。1500円からですけれども。そうそう、加減が1500円って安いですね。今ちゃんとはっきり聞いてたんだね、 CM めっちゃ聞いてました。そう、なんと1日1500円からということで、まあ最低限手の込まない簡単な展示会とかで1500円ってことでしょうね、きっとね。うん、なので、でもそれでも1500円で1日できるってやばいな。そう、だからもうね、よかったら泊まりに行こうかな、1500円で。泊まれちゃうんすかね。ダメでしょうね。アートギャラリーなんすけど。すごいな、ピンナップさん行きたいな。ちなみにピンナップさんのオーナー許田さんとはお会いしたことは。あ、もう許田さんはもうあれですよ、会ったことないですよ。あ、会ったことないんすね。ナイス、まだないです今のところ。でお互い意識はしてるでしょ。そうですね、バチバチですね。バチバチなの。いやいや、さっき普通に会いたいなぐらい。探り探りですね、きっとお互い。向こうはどうか知らないですよ。僕は探り探りです。あ、探り探り。あ、でも会いたいです。っていうかピンナップを見たいんですよ、このお店を。まず、あー、そう、すごい気になってて、どういうことができるのかって。やっぱり内装を見ないとわからないぞ。内装を見ないとわからないぞ。わからないぞ。はい、ということで、はい、今軽くまとめちゃったけど、あと僕の CM も流れましたね。そう、これはジャパナっていうラッパーが面白いらしいですよ。なんか、うん、そうそう、もう覚えてないけど、覚えてないけど、あの CM と声が一緒じゃないですか。はい、僕が一発撮りしましたんで。これはちなみに一発撮りだったんですか。一発撮りを何回もやりました。それは一発っていうのかな。台本がないので毎回変わるんですよ。うん、うん、なるほどね。そうそうそう、このパターンは一発です。一発ということで。はい、じゃあまあさっき CM に入る前に、はい、テーマを決めたじゃないですか。おい、本、ブック、ブック、イエーイ、チェッキャラ。まあね、この時期、はい、まあ今12月でしょ。はい、まあクリスマスも近いじゃないですか。アンストゥヨー、なんだろうな、例えば、はい、まあクリスマスに、はい、本をプレゼントするとか、はい、そういうのってどうですかね。なかなか大人はないですよね。大人はないですか。おばあちゃんおじいちゃんからお孫さんとかお母さんお父さんがお子さんへっていうプレゼントはもう本って結構定番だったりするかもしれないですけど、はい、例えば僕がじゃあ瀬底さんに、うん、何プレゼントしようかな。
この間あの誕生日会的なやつがで僕が誕生日の時に、はい、あの鳥一さんっていう友達がいるんですけれども、はい、本もらったんですよ。うん、ああそうなんすね。ボノボノっていう漫画の絵本版もらったんすよ。ボノ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 、はい、もらったんすよ、はい、あこれ僕持ってますって持ってたんすね。完全に持ってました。ていうかなんで俺が持ってないと思ったのっていうことあ逆にね。そうそう俺好きだから持ってるよと思ったんすけど。でもそれはでもさすがにいただいたでしょ、プレゼントだから。いただきました。だから2冊持ってます今だから要は1冊は、はい、あの保存用的な感じで両方使用しますちゃんと使うのね。ちゃんと使います。そうなんですよね、本ってダブ同じのはまあなかなかないと思うけど、なんすかね、本をプレゼント、まあ相手の好きなものが分かるんであれば、うん、例えば僕が瀬底さんにあげるならドラゴンボールの画集であったり。確実にありがたいですね、はい、持ってないです今欲しいですね。24日お待ちしております。あ、うん、なんだその。僕にもちょうだいよ。じゃあもうあれでしょ、はい、あれしかないよね。ボノボノの絵本ですか3冊目ですか。あのリスナーの皆さんもジャパナにボノボノの本をね、やめてくれいっぱい集まったら面白いんじゃないですか。壁紙になるじゃないですかいや切り取りますよ僕一冊は。切り取り用で使います。でもちゃんと使うのね。そうそうそう、まあ絵本ですかね、うん、まああのちなみに、はい、ちょっとだけクリスマスの、はい、去年の2016年の本の、はい、絵本の売り上げベストをちょっとだけ僕ウィキペディアではい、はい、お調べしてきました。あらあらすごいじゃない。じゃあベスト5、はい、発表いたします。はい発表して。5位クリスマスの足音、トントコトントコトン、はい、4位100人のサンタクロース、サンタです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 、はい、3位手袋ポン、はい、2位愉快な郵便屋さんのクリスマス、クリスマスだな、はい、1位窓からの贈り物です。あちなみに今発表したベスト5で知ってる本とかってあります？2冊ですね。手袋、はい、手袋はもう超有名ですよね。えそうなんですか。絶対読んでると思います。なんか教科書とかにも出んのかな。はいはい、手袋に住むんすよえ手袋ってあの手につける手袋。そう手につける手袋に動物たちが住んでいく話じゃなかったかな。このちっちゃい手袋にですか。まあ入るんじゃないですか入っちゃう動物入ったんでっていうどっか外国のお話だったと思います。どうだったかな、うん、どっかの民話かなんかじゃないかな。やっぱりこのランキングに入ってるってことは相当読みやすいですか、はい、面白い、うん、というか定番だからずっと続いてるんじゃないかな。はい何でしたっけ。手袋です。手袋今あのジャパナさんがね iPad で iPad で俺が思ってるやつだよな。ウサギが表紙に載ってるやつだと思うんだけどジャパナの心の声が今流れております皆さん。心配性なものであウクライナ民は当たってた。頭の中でウクライナってのは浮かんでたけど。そうそうそう、はい、エウゲーニ・エムラチョフさんですね絵を描いてますね。が絵を描いてるんですね。はい、はいうんうん、思ってたやつだ。いろんな動物がこの道に落ちてる手袋に入っていくっていう繰り返しの技法が使われてる絵本だったかと思います。でこれが発行されたの何年だと思います。今だって去年5位でしょ。そうだね。2016年の時点では第5位ですね、はい、いつ頃の発売だと思います。だいたい1980年代とかですかね、はい、あ逆に結構す僕ね、去年5位ですよっていう振りの割には古めに言いましたね。びっくりしました今。どうですか。でももっと古いです。1965年ですね。え、だいたい60何年か前。50年前ですよ。え、そんな古くからの本が今でも超ロングセラー。へー、これはもしかしてじゃあもう、はい、ほとんどの方は見たことがあるかも。どんなっすかね。ある、まあでも本を買うっていう人自体が少数派かなと思うんで、まあ、図書館で見てなければ見てないのかな、うんうん、まあ、知ってる方いたらぜひコメントください。コメントをよろしくお願いいたします、はい、で1位の窓からの贈り物、はい、これ知ってますよ。これも軽くなんかストーリー説明できたりします。これは仕掛け本で、はい、本に穴ポコが開いてて窓なんですよそこが。本に穴窓になってるんですか。その本の片ページに穴が開いてて、つまりは
次のページが見えるわけですよ。めくったら前のページの側に行くんですけど、はい、意味わかりますこれ。まあ穴が開いてて次のページの一部が見えるわけですね、この穴を通して、うんうん、でそこが絵でいうと窓になってるんですよ、お家の窓。はいはいはい、 OK です、大丈夫です。その窓からちらっとそこの住人が映ってて、サンタさんがそれを見て、あ、ここには誰々が住んでるんだな、じゃあこのプレゼントあげよう、ピョイって言って、はい、プレゼントして、次のページめくると、あの今度は家の中のページなんですね。あ、家の中のページ、家の中の絵になってて、逆にその穴からはサンタさんがいた外の風景がちっちゃく見えるみたいな、うん、ってなってて、サンタさんが思ってた窓からちらっと見えた動物とは全然違うのが中にいて、明らかに合わないプレゼントを渡してしまっている、はい、っていうのの繰り返しですあ、そういうのの繰り返し、そうそうそう、繰り返しって、子供喜ぶので、うん、でこれは普通のサイズの絵本でもあるし、本当にでっかい大きい絵本でもありますよ。あ、内容は同じでサイズが違うってことですか？そういう本ってね、結構、あ、結構はないけどちょこちょこあります。読み聞かせで使いやすい本っていうのはもう1メートルはないけど、はい、90センチぐらいかな、うん、片辺ねぐらいでありますよ、よく出てます。じゃもうこの窓からの贈り物は、はい、あれですかね、もしかしてクリスマスになんか絵本プレゼントしようかなって思ってる方がいたらおすすめ？そうですね、あれ本当にちょっと笑える話なので、結構喜んで見れるかもしれないですよ、お子さんが。あ、子供向けではあるんですか？そうですね、子供向けです、完全に子供向けですけど、子供向けって僕、はい、子供からだと思ってるんですよ。子供から、子供から上だと思ってるんですよ。ちなみにじゃあ何歳ぐらい、それは大体親が呼んで聞かせるんだったら結構小さくてもいけるんじゃないかなと思うんですけど、うん、例えばじゃあ3歳あんまり子供のことを知らなくてごめんなさいまあでももしかしたら 30歳でも読み聞かせ聞いて、あ、多分ね、もういますよね。大人対大人のつもりで読み聞かせしたら、うん、多分ね、聞いてる側は笑うと思いますよ。おお、そうそうそう、あれ面白いんだよ本当に。じゃあおすすめ、おすすめです。はい、じゃあもう今ね、聞いてくださってるね、はい、リスナーのみんなも書店に行ったらおそらくクリスマスコーナーに並んでると思うので、まあ近くで言うと純駆動さんとか、あ、この放送してるここの近くから言うとですね、純駆動さんですね。あ、じゃあもうぜひね、はい、もう買いにおすすめってことで。そう、え、ちなみにジャパナ的なクリスマス絵本でおすすめみたいなのあります？ジャパナ流、まあ、ちょっと台本ではないかなクリスマス絵本、クリスマスじゃなくてもいいですよ、なんか絵本この時期だったらこれいいんじゃないみたいな。オールシーズン飛べバッタがいいっす。オールシーズンっていうかこの1年を通して常に僕は飛べバッタを呼んでほしいです。飛べバッタっていうのはもうバッタが飛んじゃうっていうイメージが今あるんですけど、ね、あんまりネタバレしたくないんですよ僕、まあ、絵はちょっと劇画タッチで、はい、これ何年かな、あ、それでも2003年だ、思ってたより新しいな。14年前ですね。そうですね、引き算早っ。はいはい、これね、うん、いやごめんなさい、これ説明しないです。なんか説明しようと思えば3行ぐらいで終わるんですよ。なんか入りだけ軽いあらすじぐらい、バッタがいました、はい、以上バッタがいました。こっから大スペクタクルが始まるんですよ。はいはい、でもちょっと今これだけでちょっと俺今読みたいなって思ったもん。主人公はバッタです。うん、バッタが繰り広げる感動大スペクタクル短編え、何ページぐらい？少ないですよ絵本なんで。ね、うん、12とかそのあたりかな、ちょっと待ってくださいね。12ページ載ってないかな。載って調べて、あ、36ページ、あ、全然違うわ。36ページっていうのは、はい、絵本では36っていうのは多い方ですか？818だから、うん、見開き1ページという考え方したら18ページですよね。はい、普通なんとも言えないですよね。結局絵本って言っても、うん、本当に1、2歳児用なのか、はい、4、5歳児用なのか、小学校低学年なのか、大人向けなの、大人も楽しめるのか、逆に大人以上じゃないと子供は楽しめない絵本なのかっていろいろあるんで、うん、そうそうそう、意外と文字が多い、はい、
渋い絵の絵本ってあるんですよ。はい、確実に子供は読めないやつ。あ、でも絵本形が絵本なんですよ。あの要は絵の中に文が書いてあるって意味で絵本なんですよ。はいはいはい、あ、なるほどね。そうそうそう、大人の方が読める絵本っていうのはありますよ、うん、世の中に。じゃあまあジャパン的にはこの飛べバッタもう、はい、ちょっとねあらすじ聞いちゃったんだけど、はい、ね、ちょっと読もうかな。あ、ぜひ読んでください。図書館ね、もうお近くの図書館でぜひ借りて読んでください。飛べバッタ、まあ、借りなくてもその場で多分読み切れると思うんで、大人は36ページはあ、まあそうですね、文字ものすごい少ないんで。1ページどれぐらいあります、文字数？はい、もう本当に2行。これあれだね、軽く少年ジャンプの立ち読みより早いかもね。なんなら絵のな、あ、文字のないページも多分あります。あ、そうなんですね。はいはいはい、じゃあもう飛べバッタ、皆さんもねよかったら、そうそうそう、飛べバッタっていうことで飛べバッタ見てくださいよ。でね、まあやっぱほら、はい、クリスマスじゃないですか。うん、でクリスマスといえばなんすか、なんだろう、僕個人的に、はい、あのおすすめの本は、お、はいはいはい、ウォーリーを探せ。あ、知ってますよ。これ結構超絶な有名な本ですよね。もう世界的に知らない人いないでしょうぐらいのやつですよね。なんとなく衣装もウォーリーの衣装ってサンタっぽくないですか。赤白でね、うん、赤白でサンタっぽいですよね。でリスナーの皆さんもウォーリーだったらね、結構知ってる方多いんじゃないかなと。あれテレビでもやってましたよね。あ、そうなんすか。ウォーリー昔この何秒間この画面が映るから、その間に探してね、はい、でまたちょこちょこちょこって逃げていて次の画面に行くよみたいなのやってた。どっかで見ましたよ僕は、ちっちゃい頃。このウォーリーが本当になかなか見つからないじゃないですか。ウォーリー見つからないですね、あいつ。あの2ページにまたがって、はい、すんげー隅っこにいたりとかはいはい、いたりして、似てるやつがいっぱいいる、ね、そうそう、たまにウォーリーのそっくりさんがたくさんいて、そう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 、え、どれウォーリーみたいな彼でいいんじゃないみたいなそうそう、こいつでいいんじゃないのみたいなね。そうそうそう。でこの、 あの結構ウォーリーを探せの、はい、トリビア的なものを、はいはいはい、僕ちょっとウィキペディアの方で、あ、出たよウィキペディア、ウィキペディア大好きなんで、はい、調べたんですよ、はい、あのね結構ね公共の電波では言えないような内容でしたね、はい、ウォーリーの元ネタ、噂でしょ、噂、そう、都市伝説的なものがあって、はいはいはい、もしかしたらこのウォーリーさんは実在するモデルさんがいたみたいな感じで、はいはいはい、言えないですけどね。宜野湾の方で渋滞に引っかかっている時に聞いた話ですね今日送り迎えお願いしてあるんで、こうご飯おごる代わりにジャッパーナをね、あの迎えたんですよ僕で、一緒にね、はい、今日夕方から一緒だよねまあまあ、あの今違うのに笑ってるんですよ。あのこのツイキャスの放送を、はい、自分の手元でも見ようと思って、あの URL 載っけてるからツイッターを開いたら、はい、メッセージが来てて、今さっき話に出てたトリーチがニコ生で流してるって言ってて、うん、この放送をニコ生で流してくれてるそうです。え、そんな斬新なことができるんですか僕毎週水曜日は本当はこの時間那覇チョップカフェっていうところでラップ放送をやってまして。あ、そうなんですね。知ってるくせに。いや、まあ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 そういう体でそうラジオってそうですよね、知らないふりしますよね。そうよまあまあそれはいいとして、そうそうそう、で今日はお休みして今日こっち来ますってことでやってて、うん、じゃあおふざけでじゃあこの放送流すからねみたいなこと言ってたんですけど、はい、実際流してるのかな今。イエーイはい、で今そういうのを見てくすって笑いました。よし、じゃあツイキャス見てみます。これはラジオにも載って、この番組はツイキャスにも載ってニコ生にも載ってるっていう、何ですかこのすごい情報情報量関係ないところのニコ生に乗るという、うん、やっていいのかという疑問すら思うというどうなんすかね。まあ広く流れればいいっていう趣旨じゃないですか、うん、ラジオ局的には。あ、まあそうですね、はい、あ、じゃあせっかくなんでちょっと、はいはいはい、CD、 あ、なんか楽曲の方に入ろうかなと思ってて。せいでいきます、いきましょうか。ういっす。じゃあそれではジャパナさん曲紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、ちょっとあの本というテーマだったのでちょっと本物語チックな曲を持ってきました、はい、トトさんでトッピンパラリのプー違ったちょっとすいません、トッピンパラリのプーでは今なかったですね。今2位ですかトラック。いや、トラック3、
あのすみません身内ネタになっちゃうんですけど222ほら222とピンパイはプー2ですよ。はい、分かりましたすみません、ちょっと今あるあるトークでつないでて、ジャパナさん、トークでつなぐジャパナ、皆さんこれ生放送なんで、じゃあもう一度曲紹介をお願いいたします。はい、トトさんでトッピンパラディのブー。はい、聞いていただいたのはトッピンパラリのプーでした。ちょっとね、ジャパナさん戻ってきた。あ、謎が判明しました。ちょっとね、放送中に謎があったらしくて、あのユーストで流れてます。あ、ユーストの方で流れております。ごめんなさい、ツイキャスはあれ静止画が流れてますまあ問題はなかったってことで、そう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 、大丈夫大丈夫。特にあの動きで面白いことも、絵じゃないと伝わらないこともしてないから大丈夫そうですよ、そうですよ。で、あの CM の方に行ってもよろしいでしょうか。うん、じゃあそれでは CM 行きます。イエーイ。あの聞いた話なんですけど、なんかジャパナっていうラッパーが面白いらしくて、まあ僕はジャパナっていう人とは全然関係ないんですけれども、なんか聞いた話、ジャパナっていうラッパー、なんかひらがなでジャパナって書くらしいんですけれども、なんかすごい面白いラップをする人で、なんかツイッターとかフェイスブックとかやってるらしいですよ。ビノワン市旧前原社交街新町にできたアートギャラリーピンナップ、貸しスペース1日のレンタル料金がなんと1500円から。写真、絵画、イラスト、雑貨、映像作品など出展者募集中。詳しくはピンナップビノワンウェブサイトまで。はい、CM は終わりました。1500円、安いですねめっちゃ安いですね。なんかもう止まっちゃえば同じ流れを繰り返しますけれどもまあまあほら、今 CM 今聞いたっていうリスナーのみんなもいるかもしれないから同じリアクションをね、そう取るのが正解かは分かりませんけれども、でさっきほら、はい、CD で流れた、はい、トッピンパラリのプー、はい、って方はって方じゃない、トッピンパラリのプーは曲名ですね。曲名トッピンパラリのプーっていうのは分かる人いると思うんですけどね、はい、めでたしめでたしみたいな意味です。あ、で多分どっかの方言です。日本の沖縄ではなかったはず。どこだろう。デンデラ流が出てくるバッテン、デーテコンケン、デラレラコンケン、フェイ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 みたいなやつの、いやあれです。やつのあれです。やつのあれですか。デンデラ流分かる人いるかな。教科書とかでやったんじゃないかなと思うんですけど、それで世代と教科書会社もありますけれども。うんうん。そうそうそう、トッピンパラリのプー。なんか聞いた感じだと、なんかラップですか。一応ジャンル分けするとラップに入る感じですね。朗読的なやつは寝る前に聞くとすごい眠りに、声はね、この人の声いいんですよ、癒されますね。トトさん、トトさんね、ソロのアルバムね1枚出したきりなんですよ。まあ、スイカっていうグループで活動してるんで、そっちでは頑張ってるみたいですけど。あ、今も普通にじゃあ別でやってますライブとかやってる方ですよ。あ、じゃあもうよかったら普通に置いてますよね、 CD ショップ。いや、新しくあんまり出してないから CD ショップにはあんまりないかもしれないです。じゃあまあどうにかして入手。そうですね、頑張ってください皆さん頑張ってくださいちなみに僕は、3枚ぐらいスイカのアルバムを、漫画倉庫で買いましたあの過去を売って未来を買う。そう、未来買わさせていただきましたいいことじゃないですか。はい、よかったです。さあまた本の話に、本の話なんですけど、はい、さっきはあのクリスマスの売り上げベストを発表したんですが、はい、じゃあ次はワーストそんなランキングがないですかね、まあ、あったら面白いんだけどね。ものすごい数の同率がいますよじゃあ今までの歴代で、はい、絵本でね、最も売れた本ベスト5、わかんないな、はい、じゃあ第5位から、はい、グリとグラのお客様254万部はいはい、はい、第4位、はい、手袋、ああ来ましたね、また手袋が来ましたね、281万部、ああすごいな。第3位、腹ペコ青虫323万部ド定番ですよね。第2位、グリとグラ430万部。さあそして第1位は何だと思いますか。第1位なんだろうな。第1位はボノボノの絵本かな惜しいのかな。なんだろう。第1位は、はい、いないいないばあです。あー、なるほどね。469万部です。
569万、すごいな。あのちょっと少し共通点がありまして、はい、この1位から5位までの本って、はい、だいたい1960年代後半に発売されてる本が多いです。もうそのまま延々と。その時代っていうのはなんででしょう、こんなに面白いのがなかったんですかね。なかったんですかね。いやでもその時代って言ってもやっぱり続くっていうのは、うん、だって2017年、発売された年というよりかはやっぱり作品そのものの魅力だと思いますよ。ちなみにこの1位から5位で、はい、いないいないばーっていうのはあのいないいないばーですよね。そうですね。これなんかクマが表紙のやつじゃないかな、うん、確かね、今調べてくれちゃってる自分の記憶が合ってるかどうかを確かめる遊びをしてます僕はそういう遊びいないいないバーでしょ。でもこのいないいないバーがぶっちぎりの469万部っていうね、なかなかすごいですよ。すごいですよね。1967年のあやっぱクマのやつだ。表紙がクマさんですか。はいはい、そうですね。赤ちゃん向けの方、1981年、あれ1981年、新装版かな。あ、多分新しくリニューアルというか、したのかな。まあいいや、はあ、はあ、やっぱこれがねめっちゃ売れてるんですね。で1位から5位今発表したんですけれども、はい、第19位、はい、19位、僕個人的に気になったんですけど、はい、隣のトトロ、あらなんと1988年に発売されて、はい、200万部、おお売れましたね。映画をそのまま絵本に、あれか、あそれが、はいはいはい、なんと第19位に入ってます。ジブリのあの絵本、あすごい、19位、あの隣のおめでとうございます、おめでとうございます宮崎先生ちなみにまあトトロは、はい、見たことはある感じですか。あの僕元部出身なのでありますねいやいや出身関係あるんですか。那覇にはいないでしょトトロ。あ元部に行けばいる。あごめん、見たことありますかってどういう意味ですか。トトロの映画見たことありますか映画よ映画あごめんごめんなさいごめんなさい、すごい勘違いしちゃった。あの、うん、トトロ自体をと森のパスポート使ってトトロと会ったことがあるのかっていう質問をされてると思っててはい、はい、だからあの僕元部出身、やんばる田舎出身だからあるって言ったんですよ。あるその意味ではあるから、うんうん、映画もあります。大映画はどあでもまあ確かに、あの、はい、トトロ元部に行ったらいそうな感じは、まあ、山奥の方、まあ、今いるかな。もう大人だったから見れないんですよ姿が。子供のうちしか見れない。そう子供の、うん、どうせもうちょい歌ってよまあねそういう感じで、はい、まあ、やっぱりリスナーの皆さんもさすがにねこの1位から5位は多分一冊一個ぐらいは読んだことありますよね、おそらく。1位から5位って考えると絶対あると思います、うん、手袋とかさっきもそうそうそう、手袋食い込んでくるね。食い込んできますね、はすが。すごいと思ったのが、手袋はクリスマスの売り上げでもランキング入ってて、はいはいはい、市場売れた本でも年がら年中売れてるんでしょうね。あのあれですよね、手袋の中に動物が入っちゃうんですよね。そう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 、すごい気になるんですけど読んだことないっす。いや本当に図書館行って読んでみてください。おすすめの図書館ありますすごい質問しちゃったおすすめの図書館、あ何箇所かしか僕図書館行ったことないですけど、まあ、どこもなんていうんですか、どこもいいんすよ、うん、大きいところも小さいところも、それぞれの良さがありますよ。でもそうそう、飾り付けが可愛らしかったり、はい、何があるかな、居心地が良かったり、うん、まあまあいろいろあるということで。そうそうそう、まあね、まあ、今行くとしたら、うん、やっぱ一番新しい沖縄市立図書館移転して、もっとあのあれがあったところだ、だカタカナだから出てこない、カタカナ沖縄市の、沖縄市のどこだあれを思い出した時に言いますじゃあ思い出すまで、はい、待ってみましょう。やめましょうやめましょう、またないまたない。でまあ、はいね、結構本の話で、はい、なんだかんだで今30分以上経ってるんですけれども、はいはいはい、経ってますね、やっぱりさ、はい、本あるあるみたいな感じのこともやりたく、トークしたくないですか本あるある、指をたまに切ってしまうあるかも。いて、あのめくる時でしょ、シワでないけど。そう、あれ新しいやつにありがちじゃないですか、新品というか。新品、そうですね、そうですね。でまあこの
かすめ具合が、うん、かすめ具合ですよねきっとね。結構ジャパナさんは本を触る機会は多いですか？はい、多いです。めちゃくちゃ触りますけど切らないですね。切ったことは？切ったことありますよ。年に1回もないですよ。じゃあ3年に1回ぐらい3年に1回ぐらいです、はい、オリンピックぐらいの。オリンピックよりかはあるぐらい本あるあるだと、はい、なんすかね。僕はあんまりね実は本を、はい、読まない。小学校の時はもちろん読んでたんですけど、図書館があるからね。同じ施設にね、学校にあるから。本あるあるだと、はい、まあ図書館で本を借りれるとして、はい、昔借りれたじゃないですか。今もですけど、はいはいはい、なんだろう、この自分が最初に借りたらラッキーみたいな貸し出しカードですよね。そうそうそう、なんとなく手書きの何年何組誰誰何月何日って書いて、いつまでっていうのを書いて、うん、っていうやつですよね。今はもうないんですけど。それ今はもうそういうシステムはないんですか？もうパソコンになってます。やばいな、昭和生まれがバレちゃったよ隠してないでしょ？隠してないですピッてバーコードでやってみたいな。まあ何年か前まではあった場所もあると思うんですけど、はい、はいはいはい、そうそうそう、ああまあ、マイナーな本を借りる優越感があったと、うん、へそこさんは。そう、それで、はい、まあまあまあなんとなく、はい、そのこのカードに、はい、その当時好きだった女の子も借りてたらラッキーみたいなたまにあったんですよね。あ、どこが読んだ本を俺も読んでるぞって。いいですね、青春ですね。青春でしょ。はいはいはい。このだ今それがないですよね。できないんですよね。あ、なんかこんばんは。こんばんは。こんばんは。瀬底まさきです。ジャパナです。本の話してます。本ですよ。はい。まあ本あるある。はいはいはい。で、まあ本あるあるで、はい、例えば、はい、こんな本欲しい、絵本欲しいなとかあります？絵本にくぐりられる、まあ、絵本じゃなくてもいいですよ。こんな本欲しいって言われたら何ですかね。あんまり僕最近物語を読まないんですよ。どちらかというと、はい、なんていうのかな、なんだハウトゥー本とか。ハウトゥー本っていうのは、っていうのは何々のやり方の本です、うんうん、作り方であったり、まあ、要は料理の本であったり、はい、車のメンテナンスのやり方とか、どうやってやるかとか書いてある人生の攻略本ですゲームの攻略ではなくて人生の攻略本とか、もしくはなんかいろいろ研究してある本とか、うん、生き物の本とかが好きですね。じゃあまあそれをひっくるめて、はい、あったらいいなっていう本。そうそう、あったらいいなっていう本ですか。こんなこといいなあったらいいな的な、逐一情報が更新される本欲しい欲しいですね。それはリアルに本ってちょくちょく、例えばあの恐竜の本だとしたら、何かいろいろ研究の結果が変わるとどうしても書き換わらないじゃないですか。勝手にはもう新しいを出すしかないんですよ。まあそうですね、もうまた出すしかないってことですよね。内容をそのタイトル同じでその部分修正して出すか、もしくは全く別の本で出すかっていうことになるんですけど、まあ一冊買ったらそれでずっとね、まあ要は最新情報がね、スマホのゲームみたいにバージョンアップ、あーバージョンアップしてくれたらいいな。でもそういう本がもしかしたらいつかはできる電子書籍でしょうね。あったとしてもやるかな、どうなんすかね。やってねだってそれそうしたら売れなくなるもん本。あーなるほど、売る側からしたらまあ困るもん。 それはそれで困りますね。そうそうそう、まあまあリアルな願いですね。ただ、大辞典だったかな、辞書が何年か前に出たんですけど、はい、これはあのー、電子バージョンの CD-ROM がついてて、うん、これ違うか、ネットバージョンにログインできるんですよ、これ実物買った人は、はい、で向こう何年は、毎月更新されますよみたいなサービスがついてて、へ、新しい言葉が生まれたりしたらまた追加されていくみたいなっていうものはありました。あ、そういうのはあったんすね。はいはいはい、でもめったにないですよ、うん、まあ、電子書籍で出てもそれはそれで終わりです。へえ、じゃあ逆に、はい、こんな本は嫌だ、あ、こんな本は嫌だ、こんな本あったら嫌だ、僕からいいっすか。いいですよ、全部袋閉じ。楽しいじゃないですか楽しいの。楽しいでしょ、最初の1回最初の1回だよ。うわ、何かな200ページあって、はい、全部袋閉じだったらどうしますか
いや楽しいですか、パリパリして読みながら、しかもどこまで読んだか分かるじゃないですか。ああそう、そうプラス思考。まあしおりがあればいいですけどね。ジャパナ的にはこんな本は嫌だ。うん、リアルな話していいですか。もうまあボケてもいいしリアルでもいいし。面白くないのに続きが気になる本、これリアルな、リアルにあるんですよ。内容はそんなに面白くないですか。これはね、うん、まあ本のタイトルは伏せて方がいいかな。携帯小説だったかな。はい。あ、まあ書籍版も出てるんですけど、まあ内容は面白くないけど続きは気になるんですよ。これは面白いってことではないんですか。読んでてイライラする。イライラするけど続きは気になる。気になる。読まさせられてる感じがする。でも気になる。っていうのが例えば、まあ、あのウェブで無料で読める漫画とかにもたまーにそういうのがあって、はい、続きは気になるんですよ、うん、読みたくない。あの最初から知らなければよかったなっていう。あ、どうせなら最初から知らなければもう続き気にならないのに、うん、っていうね。あ、じゃあ最初からその本に出会ってなければ、そうそうそう、僕はこんな苦しい思いはしてなかったのに。そこまで苦しくないですけど。我慢できる範囲です。我慢できる範囲で、そうそうそう。じゃあちょっとね、また曲の方に行きたいと思います。はい、はいはいはい、じゃあジャパナさんの方から、はい、小林大吾さんでリップマン大災害。うん、いい歌ですね。これはリップマン大災害。リップマン大災害。リップマンって方が大災害になった歌なんですかね。ね。でもリップマンって単語は曲中出てこないですね。そう、今聞いた感じでは確かに、まあ地球でヒーローかな、うん、怪獣かなっていうでっかいのがボコスカやり合うっていう歌です。お、ざっくり言っちゃうと、そう、すごい、なんだろう、これもラップ調っていうんですかね。でももうほぼ朗読と、朗読、まあ朗読もラップみたいなもんなんですけどね、ジャンル的には、うんうん、素晴らしいですね。あんま聞いてなかったくせに。いやいやいや、聞いてなかったかもね。ヘッドホン外してた。あなたもでしょ。僕は分かるもん、この曲。家でいくらでも聞きますよ。まあちょっとね、はいはい、CM の方挟みたいと思います。 CM だよ、 CM だよ。あの聞いた話なんですけど、なんかジャパナっていうラッパーが面白いらしくて、まあ僕はジャパナっていう人とは全然関係ないんですけれども、なんか聞いた話、ジャパナっていうラッパー、なんかひらがなでジャパナって書くらしいんですけれども、なんかすごい面白いラップをする人で、なんかツイッターとかフェイスブックとかやってるらしいですよ。ビノワン市旧前原社交街新町にできたアートギャラリーピンナップ。貸しスペース、1日のレンタル料金がなんと1500円から。写真、絵画、イラスト、雑貨、映像作品など出展者募集中。詳しくはピンナップビノワンウェブサイトまで。1500円は安いな。1500円安いですね。なんだろう、このトーク3回ぐらいした。まあ CM がね3回流れたから ね、まあ、ということで、はい、まあ、本の話を、はい、しましたね。なんだかんだでも50分ですよ。そうだよ。あと1時間ぐらい行きますか。やりましょうか、勝手に。勝手に。そうそうそう。放送は止まってるけど。おしゃべりじゃないですか、ただの。ただのトークじゃないですか。よそでやれよっていう。まあ、せっかくなんで、はい、ジャパナさん、なんか近くに、近くで、なんか、イベント、はい、ありますよって言っちゃった。イベントって聞く前に。じゃあもうぜひぜひ。あさって。あさって、はい。YouTube で見てる人に対しては何日か分からないです。YouTube は明日の夕方。あ、まあ、日にち言いましょうね。金曜日です。はい、金曜日ですね。22日金曜日、ギノワンヒューマンステージにて、定期イベントですね、幻の宴というですね、音楽と焼き鳥が楽しめる素晴らしいイベントがございます。こちらでですね、ですね、19時半開演となっております。まあ、僕に連絡いただければ前売り予約しておきます。ジャパナでツイッターなりフェイスブックなり出ます。あ、じゃあ携帯番号は090、はい、8292、うん、こんにちは。結構大ヒントだったんじゃないの今の。残り4桁は当てられないですよ。これは僕単体で出るわけじゃなくて、最近入った焼き鳥バンドっていうバンドの、僕は焼き鳥バンドっていうバンドの紙芝居のナレーション役で出ます。あ、ナレーション役で、はい、はい、わかりやすいですね。わかりやすいです。紙芝居のナレーション役、よくあるやつです、はい、あれで出ます。あれ出ちゃうんですね。はい、出ます。
よろしく。よろしく。その後はですね、年末だな。あ、まあ、っていうのと、今日は出てないってさっき言いましたけど、毎週水曜日は、ナハチョップカフェってところですね、ニコ生やっておりますので、こちらもよろしくです。はい。はい、1月6日は、ヒューマンミートステージっていうね、肉と音楽のね、ウィンナー盛り。ヒューマンミートステージ、ウィンナー盛り、ヤギ汁、焼き牛バラ肉、豚肉野菜炒め、ローストポーク、牛ステーキ、肉スマベミゲテテクトカタイ。最後はちょっと韓国みたいなテケとかって。はい、まあまあ、あのご飯とね、これも焼き鳥バンドで出ますけど、ご飯とあの、はい、音楽いろいろ楽しめるやつです。これが、1月1月6日土曜日の18時からですね。あ、じゃあもう今からだったら、はい、もうスケジュール皆さん合わせやすいと思うんですよ。よかったら1月6日ね。そう、リスナーの皆さん、よかったら、よかったら、これ何すか、これゲームとかもあります？これはないと思います。ない感じで、ね、なんか、いや、ないと思います。でも笑うヨガうちなとかは多分ヨガみんなでやるんだと思います。ヨガを皆さんで。そうそう、あとベリーダンスもいますし、はい、ですね、保育士演劇集団っていうのもありますし、うん、まあ、普通の音楽もありますよ。なんか結構色とりどりな。そうですね、皆様。僕も、いや、全然わかんないですよこれ。まあ、あの出ることはわかるけど、どうなってしまうのかがわからない。ああ、じゃあもうその日の、そうそう、呼ばれてる側だからね。このほぼ面識ない人たちと一緒だから。ちょっと今テレア、テレアさんがいませんか？テレア林主慶さんが司会ですね。あのサーヤさん、まあ、はいはいはい、喋ったことはないですけど、僕はサーヤさん、日語りの、うん、はい、ティーンズの方ね。とガリンベロとかティーンズ、スーパーティーンズっていうライブハウスモッツでやってるイベントに多分出演。はサーヤさんでも20超えて、まあ、あ、スーパーじゃなくてティーンズなのかな。ティーンズは10代か。まあいいか。まあまあ、よしとしよう。はい。はい、とりあえずあります。1月6日、1月6日、今月は12月22日、うん、ヒューマンステージでやりたいす。ヒューマンステージであります。じゃあジャパナのツイッター、フェイスブックで検索すれば、ジャパナ。あとはですね、8月7日に毎年パナの日っていうのやってます。何も決まってません。まあまあ、来年8ヶ月、来年の8月7日ですね。はい、予定開けといてください。もう今からだったら全然開けれますよね。本当ですよ。逆に開けれないのが難しい。まあ、ブラック企業だと無理かもしれないですけどね。まあね、はい、まあ、ということで、まあ、そろそろお時間がやってまいりました。はい、この番組は、皆様からのメッセージをお待ちしております。瀬底正樹のツイッター、フェイスブック、インスタグラム、もしくは FM 那覇さんの方にまでメールをお届けしてくれたら、ね、読めるときは本当に読みますので、皆様よかったらよろしくお願いいたします。はい、ということで本日のゲスト、ジャパナさん、どうでしたか今日？一段落ついちゃった？楽しかったですよ。やっぱり喋り足りないですよね。足りない？あと、もうあと 4,5 分はいけますよ。あ、ギリギリ頑張れるかも。まあ、はい、そうね。でもまあ、どうでした？本っていうテーマ結構難しいかなとは思ったんですけど。あ、いや、よかったです。うん、自分の知識内の話で済んだので。まあでもね、分かりやすくね、皆さんにも。本屋さんなのにこれ知らないのみたいな展開にならなかったことがとても嬉しいです。よかったです。はい、ね、飛べバッタとかね、飛べバッタを皆さん呼んでください。超面白いんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。バッタが飛ぶんで、ぜひ呼んでください。 ありがとうございます。お外の方からイエーイ、ピースピース。これが生放送のいいところですよ、ね、あのお客さんともね、また来た、また来た、ガチョウ、コマネチ、バカロー。さあ、あと3秒で終わります。はい、皆さん来週のこの時間まで、さよなら、バイバーイ。